全員直哉の華々しすぎる活躍全6選。1、デカすぎるビッグマウス。スクナピーの推しである伏黒恵美とスクナの指を15本取り込んだ長祖の弟を一人でぶっ殺すという大口。2、話を聞かなすぎる先走り。全員家の策略も総幹部の通達もろくに聞かずに、とりあえずアオン速で東京に向かっちゃう行動派。3、へし折られすぎたプライド。長祖との兄弟レスバトルに敗北し、ゲロをぶちまけ年下の乙骨に反転術式で治癒されちゃうお茶目さ。4、アオン速すぎる立ち直り。ゲロぶちまけて終点さらしたのにすぐに実家に帰って負け相手に切り倒す可愛さ。5、全部帰ってきたブーメラン。男の後ろを歩けない女は背中刺されて死んだらいいと見下していた直哉の最後はおば相手に背中から刺されるという皮肉さ。6、早すぎる復活。マキに敗れ退場してからわずか2日で呪霊に転じ、すぐにマキのことを追いかけて鹿児島まで行っちゃう可愛さ。僕らはそんな善意直哉が大好きです。